追加することができます。この機能を使えば今まで通りに撮影する。 H20G はこのカメラには地図も内蔵しておりますので、このカメラでどこで撮ったかっていうのが分かる。GPS を内蔵する、 GPS と地図を内蔵することによって、自分の位置と、あと撮った画像がどこで撮ったか、あとこの赤い点があるんですけども、この赤い点は、自分が移動した軌跡を示しています。1秒間に1回 GPS を受信している時には位置を固定しているんですけども、10秒間に1回この点を打ちます。電源を打って、これが点が軌跡として残るんですけども、電源をオフにした時にもこの GPS は受信しておりまして、この場合は10分間に1回になります。H20G は屋内は GPS は受信できません。でその場合はモーションセンサー、加速度センサーと方位センサー、2つのセンサーが入っているんですが、この2つのセンサーによって加速度、動いた方向、あとそのスピードとかをですね、このカメラの方で予測しまして、それで位置をこの、表示することができるのと合わせて、撮影した画像にもその位置情報を記録します。こちらにゲージがついておりまして、こちらに縮尺が出るんですけども、地図は世界地図が内蔵されております。ただし、その詳細な地図は主要な都市にのみになってまして、例えばここの横浜ですと、最大先ほどの通りの縮尺までご覧いただくことができます。海外旅行等でお使いいただくことを想定しているので、地図の他に地図と合わせて、おすすめの撮影スポットというのを、全世界で約1万点収録しております。で例えばこんな形で、カメラはここです、ここに行けばこういうところですね。それが全世界入ってますので、国内旅行だけでなく海外旅行でお使いになられれば非常に便利な機能かと思われます。